このチャンネルは宅検ジョブエージェントの提供でお送りいたします不動産業界で転職するなら宅検ジョブエージェント専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポートなりたいあなたを見つけようただの人たちの不動産大が深入りしてはいけない問題編ということでこのチャンネルは完全ドカルで9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅検をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます ということでですね、まあ最近コメント欄をなんかを見ておりますと、まあそこをですね、あんまり深入りする必要ないですよとかですね、そこをわざわざわからなくて落ち込む必要ないですよっていうところにですね、落ち込んでいたりとかですね、気になっていて先に進められでいる方がですね、結構いらっしゃるようにですね、見受けられます。社会人の受験生っていうのはですね、勉強できる時間が限られてますので、すべてをですね、完全に網羅しようとするとですね、ドツボにはまります。ですからですね、過去30年間で1、2回程度しかですね、出題されてない選択肢に関しては、そこまで深くですね、周辺知識 を覚え必要はありません。じゃあですね、どの程度覚えておけばいいんでしょうか。そこをですね、今日はですね、やっていきたいと思います。早速ですね、まずコメントをご紹介しますよ。こちらです。おねえやんさん、ありがとうございます。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。とんでもございません。文字を書いた方が覚えるかと思いテキストの説明を要約しながら書き写しておりましたが、最近非効率と感じていたところでした。仕事と家事、子育てをしていると毎日の勉強時間も取りにくいので、耳学と問題をやり込んで知識の定着を図りたいと思います。ご質問させていただきたいことはございます ということでですね皆さんも一緒にこの問題ちょっとやってみましょうこちらです平成18年問18都市計画事業については都市収容法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって都市計画法の規定による事業の認可または承認及び当該認可または承認の告示とみなすことができるさあどうでしょうか大丈夫ですかフリーズしてませんかいきますよ答え大丈夫ですかいきます答えは×です はい今ですね、この選択肢難しいと感じた方、この動画必ず最後まで見てください。理由もよくわからないという方もです、ね、この動画絶対最後まで見てください。ということでコメント続きいきますよ。答えは×。解説には、都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可、または承認の告示をもって、都市収用法の規定による事業の認定の告示とみなすものとしますとありますが、そもそも都市収容法という言葉がテキストに載っておらず、何を言っているのかさっぱりわからず理解できません。法令上の制限の都市計画でつまずいているわけにはいかず、でも理解できないことだらけ、 でモヤモヤしておりますとのことでこの問題ですねこの選択肢を初めて見た人にとってはみんな混乱したんじゃないかなと思いますなぜならですねこの問題ほとんどテキストには載っていないからです先にちょっと結論から言いますよこの選択肢は深追いする必要はありません少なくともですね6月の今の段階では これはですね、土地収容法はテキストに載っていないということなんですが、それはそうだと思いますよ。なぜならですね、この問題は土地収容法の問題じゃないからです。この問題はですね、土地収容法の詳細について聞いているんじゃなくてですね、都市計画法の知識について聞いている問題だからです。この問題は都市計画法のですね、ここに書いてある知識を知っていますかっていうことなんです。こちらです。都市計画法第70条、都市計画事業については土地収容法第20条の規定による事業の認定は行わず、第59条の規定による認 かまたは承認をもってこれに変えるものとし第62条第1項の規定による告示をもって同法第26条第1項の規定による事業の認定の告示とみなすはいこの条文の知識をです、ね、そのまま選択肢で出してきているだけですそうは言っても気になるという方多いと思いますのでまず土地収容法についてですね簡単に解説をしますこれですね土地収容法というのはですね公益の利益となるですね事業に必要な土地等の収容または使用に関してですねその要件手続き及び効果並べにこれに に伴う損失の保障等について規定して公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることにより国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする法律でございますはい難しく言うとこういう風に書いてありますもうちょっと噛み砕いていきますよまあ、これですねそもそも土地収容制度っていうのは道路の建設とか河川の工事とかですね学校や公園のですね設置等の公共の利益となる事業のために土地を取得する必要がある場合にですね事業を行う企業者と土地所有者との間でですね 保証金額で折り合いがつかなかったり土地の所有権をめぐってですね争いなんかが起きたりすると任意の契約でですね土地を取得することはできないなんていうことは起きたりします。もうこういう場合にですね、まあ、このままですね話が止まってしまうと、まあ、公共のです、ね、利益につながっていかないのでこれ一定の手続きに基づいて土地の所有者の意思にかかわらず企業者にですね土地所有権を取得させるという制度これが土地収容制度なんです。で土地収収法ででですすねねそののの要件とととかかか手続きの流れとかです、ね、効果とか土地収容に伴う損失の保証をどういう 風にしていくのかっていうことが規定されているんです具体的にはですねこういう場合ですこちらです道路を拡張するためにですね土地を収容する場合とかあとはダムを建設するためにですね土地を収容する場合とかこういう場合ですねこういう時に土地の所有者またはですね建物の所有者に対して金銭的な保障をすることによって強制的に権利を取得するとそういうものでございますでどうやって保証していくのかっていう細かなことについては土地収用法で決められているということでございますこの程度を覚えていれば十分です要するにですねここにダムを作らなきゃいけないっていう場所があるのに ま土地の所有者がですね、へそ曲がりでですね、全然話が進まないっていう場合なんかにですね、こういうのを使ってですね、解決するっていうことなんかがあると思います。まあ、要するにですね、都市計画事業については、土地収容法の規定による事業の認定は行わないということなんです。都市計画事業の認可または承認をもってこれに変えるものとし、都市計画事業の告示をもって、土地収容法の規定による事業の認定の告示と見なす。そういうことなんですけども、まあ、これでもですね、ちょっと表現わかりにくいんで、これですね、不動産大学流にシンプルに翻訳します。こうなります。こちらです。都市計画事業の方が上だからそこで認可や承認 を得ていいいいるるんでであれば土地収容法でいちいち事業認定は行わななよ二度手間になるからねだから都市計画事業の告示があったんであれば自動的にですね都市収容法でも事業認定の告示がされたことにするねそういうことでございます簡単に言うとこういうことですただこれだけのことでございますこの選択肢はですね受験生を惑わすためにあまりですねテキストには載っていない土地収容法という単語がですね載っている条文を引っ張り出してきているだけなんです土地収容法って言われるとですね一緒に不リするじゃないですかそれが狙いなんですただそれだけの選択肢なんですその証拠にですね これ過去、この選択肢についてはですね平成以降2回しか出てませんこれですね、ほぼ同じような選択肢が出ているんです平成21年問16で出ているんですけどですねほとんど同じなんですこちらです都市計画事業においては土地収容法における事業の認定の告示をもって都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている同じような選択肢が出てますまあこれ答えが×ですこれですねどっちの問題にも共通しているのはこの選択肢自体が分からなくても他の選択肢から推察していって得点できる問題だったということなんです要するに イエアなトラップなんです。 だからですねここから周辺知識をそんなに広げる必要もないですし深追いをする必要もありません仮にですね土地需要法の深い知識を問う問題が万が一出たとしてもですねその問題はみんな分かりませんのでそこに点数の差がつくことはありませんそこに付き合う必要はないんですさっき私が話したですねぐらいの知識を覚えていえば十分でございますあれよりも広い知識で出た場合はですねみんな間違いますのでですね関係ありません宅研試験はですね難易度によって合格点が変動するのでみんながですね間違える問題を無理して知識を広げてですね得点をするコストをかける必要はありません チャンネル登録お願いします。マナの人はお願いね。 土地収容法って聞くとですね、ドキッとすると思いますけれども、それがですね、出題者側の狙いなので、これはですね、もし見かけた場合は、鼻で笑ってですね、かわしてください。不快をする必要はありませんし、これが分からなくてもですね、焦る必要はございません。この選択肢についてはですね、今日話した程度の知識だけ覚えておけばですね、本試験で十分対応可能ですし、もし解けなかったとしても、みんな解きませんので、関係ないということになると思ってください。こういうところでですね、もやもやして止まっているとですね、すごくもったいないので、まあ、こういう分からないところに関してはですね、ぜひコメント欄の方でどんどん質問していただければと思います。 ということ、ま、た必ずできる明日の世界」